ミシコルツ大学はハンガリー北部で最大の大学である。850人以上の教員と1万5000人の学生を要する公立大学である。ミシコルツ大学は1735年にシェルメツバーニャにヨーロッパで初めて設立された鉱山学校の歴史を引き継ぐ大学である。シェルメツバーニャの鉱山学校は1770年から工業アカデミー。 1824年から工業林業アカデミー1904年から工業林業専門学校に改名した。第一次世界大戦の敗戦によりトリアノン条約でハンガリーがチェコスロバキアを失うと大学は職論に移った。共産主義政権下でミシコルズニ大学が設立されると1952年金属学科として統合された。 1959年までは3.4年時がソプロンで教育を受けるという形をとったが、1959年に鉱物学科はミシコルツに移った。1970年代までは重工業に関する学科だけであったが、1980年代に入って法学部などを新設し、総合大学に変わった。1997年には1904年設立の ベラバルトーク音楽協会を統合した。ありがとうございます。